フィルターが入って、ね、来たらやっぱディレイは外せないですよね。そう来ました。行ってみましょうか。名作、名作ボス DD3、 名作メイドインジャパン来た。なんで DD3 が作られた、作り始められた当時のやつ。あ、なるほど。これ名作すぎて今 DD だから今7、7ぐらいまで、7ぐらいまであるよね。ワープとかついてるやつやろ。そう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 、もっといってんのかな。マジ でも5とかなくなったけど DD3 は現行でも作り、いまだに作り続けられてるっていう、うん、もう名品、名作です。名作です。だからこれでも完成したってことなんですよね、うん、ボスのデジタルで世界で初めてのコンパクトデジタルで、なんとそこまではそのちょっとラック、うん、だってこのサイズでは作れんちゅうのがあったけど、ボスがやりました。ちょうどここにサイズ、ここにはまるサイズのジップを見つけてきて、これで作れますね。いやー、作れました、作れた、いやー、ノージのブシャーって作ったやつですね。デジタルディレイ、DD3 です。 DD3 これが、ちなみに僕のこの MXR ブルボックス2台とタッチワウト DD3、 全部ハードオフ。おお、皆さんハードオフに行きましょう。私、ハードオフ大好きすぎて、ハードオフ行きましょう。最近ハードオフツアーそれはまた別の機会に。ちょっと翔太郎くんのセッティングで次で行きましょう。これホールドや。
そうだね。これで切れるんや。そう、アナログライクな切れ方ですよ。で、今話してたって、そう、これ DD5 ですね。はい、DD5 です。DD5、後継機ですね。DD3 の後が DD5。うんうん。そう。なんだろうと思ったの4とか。4って、俺知らんわ。4って聞いたことない。謎に飛んだりするよね、数字が。うん。あの、5の後だね、7。あ、そう。だよね、あれはどうだっけ。1は、そもそも。1はそもそも。あ、そうそう。それラック?1は。あ、なるほど。わからんな。ちょっとようわからないんですよね。うん。いいっすよね。いいっすよね。音変われば。うん。面白いので、いいと思います。まず、つまみが明らかに全然違うよね。このモードがさ、極端に増えたんです。増えた。そうそう、半周ぐらいするもんな。でまだなんかそのショートディレイと、まあ、普通のディレイとロングディレイとホールドだけやったんですよね、3が。でも5からこれちょっともう分からない。なんか G が多いねんな、めっちゃ。そうそう、あ、リバースあ、リバースあるある。なるほど、まあ、でこうタップでタップのインができるんだって。あ、なるほどね。あ、この時はダイレクトアウトなんや。そうそうそう。G3 の時は。つまみの種類も全然違うから。だいぶ違うね。だいぶ違いますわ。だいぶちゃうね。それは別物か。
えると。そうそうそう、切れ方。ぶつ切りだから。ぶつ切り。あれだね。あ、そんなんできねえよ。ちょっと待ってみよう。まずはこれ。
んでブルーボックスとデジタルディレイ買った人はイーボーも買わなきゃダメ買わないと買わない買った方が、うん、あのバラバラで買うよりも3つセットで買った方が絶対に楽しい楽しい夢膨らむ夜中ずっとやってられるからでこれルーパーとか持ってるとああ大変大変もうエンドレスですエンドレスね朝が来ます朝来ます朝来ますずっとやってられるから、うん、ずっと気持ちいいやつイーボーイーボーもぜひ何やなんだっていう